立憲民主党の落合孝之でございます今日は私がラストバッターでございます優越的地位の乱用にはっきりと引っかからなくてもこれギリギリちょっと危ないんじゃないのっていう事例も我々も相談を受けてかなり見受けられますで、経産省もですねいろんな所管している分野でこれそういえばこんなことがあったんだっていうことに気づいたこともあったと思います例えばですねフィット制度 始まりまりした電力会社が各家庭から電気をいわば仕入れているわけでございます、これは電力会社は各家庭がインボイスに対応している家庭なんてないでしょうから、仕入れ税額控除を利用できません、なので消費税の納税額がだんと増えちゃう状況になるわけです、インボイス導入以降。で、経産省はどううしたかというとい ビット制度で集めたお金を特別に補助してあげるよと、これ、電気料金からみんなが払っているお金で、電力会社の消費税をまあ援助してあげるわけです、こういうですね、個人から企業が仕入れている場合は、インボイスで消費税はその事業者がかぶんなきゃいけなくなってしまう、こういうような問題も多く発生してるわけです、これ、膨大な事務負担、それから膨大な数の税負担。 を求めているこれは今やるべきなのかなというふうに思います。